ツルスンゾダは、タジキスタン西部の都市、ツルスンゾダなどとも表記される。タジクアルミニウム社のアルミ製錬所があることで知られる。首都でシャンベから西へ 60km、ギッサールから西へ 40km のウズベキスタンとの国境付近に位置し、シルケント川、カラタグ川、コハル日本川などの河川が付近を流れている。 人口は1989年の国勢調査では4万600人だったが、2000年で3万9000人、2006年の推計では3万7000人と前言している。街には、テレビ局が t v リガーと t v タレスの2局と新聞がルーマナイトジキストンとリガーの2市、さらにラジオ局が1局ある。もともとはレガルという村だったが、1978年に、 カジク人の国民的主人、ミルゾ・トゥルスンゾダにちなみ解消された。それゆえ、ここの鉄道駅は、現在も、レガル駅となっている。当該都市はギッサールボン地西部の農業地帯の中心地として発展し、現在では、グレープフルーツなどの果物類、野菜、麺などが栽培されている。地域を流れる河川のおかげで水に恵まれ、トゥルスンゾダ地区は2006年度の同国の米へ。 生産量の13%、1400トンを生産する一大稲作地帯になった。1960年代、バクシュ川にヌレエクダムが建設されるとトゥルスンゾダにはアルミニウム工場をはじめ、瀬戸物、レンガ、ケーブル、綿花鉱物などの工場が建てられ、にぎわうようになった。多軸アルミニウム社の精錬工場、タデスは、 中央アジア最大のアルミ製錬工場でタジキスタンでも一二の産業遺産である。しかしタジキスタンはアルミ資源に乏しいため原料は輸入に頼っている。工場は1972年に着工し1975年3月31日にアルミの注入が始められた。この工場一つで国の総電力の40%を消費しており2002年には この地域で広がっているフッ素の水質汚染がこの工場によることが判明した。ありがとうございます。